その中競馬レース展望の時間です。今日の解説は日刊スポーツ池永博美さんでお届けします。進行竹の上です。競馬ファンの皆様明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。井上さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。新春賞が終わりました。毎回残の逃げ切りでしたね。そうですね、うまく自分のペースに落としましたね。先輩ちょっとペースがね、はいはい、違いましたけどね。せっついて車がいましたからね、はい、本人もあの流れが良かったと言ってましたね。あ、そうですね、はい、あのただね、毎回残のペースというのはもうそんなにスローに抑えるというわけではなくて、まあ、よどみなく流れていってというところでした、はいはい。まあ、2番手追走していたサウスウィンドがということは早くに怪しくなりましたね、まあ、ハンデ差みたいな感じですね。あ、なるほどね。ハンデ重賞、これでね、毎回残去年の節配とね、はいはい、連勝ですからね。あ、なるほどね、はい。あの一方で定量の重賞を勝っていたサウスウィンドで、こちらハンデ重賞2つ、まあ、でもね、はい、あの内容的には非常に価値のあるレースぶりでしたね。そうですね、はい、うん、思いますね。それから人気薄栄進北斗星、惜しくも2着と最後、うん、まあ、鋭かったですね。ほんまにハンデ重賞の面白さを見せてくれましたね。53キロね、はいはい、詰め寄ってきました。新しい厩舎ね、昨年も惜しかったんですが今年もまた惜しかったですね。まあ、佐々田君がすごい悔しがってました、ね、あ、そうですか。だけどゴール後にね、おめでとうというのがなかなか立派ですね。相手を叩いてました ね、はい、そうなんですよね、本当に盛り上がった、新春賞、まあ、大きな配当、10万超えの配当となりました、はい、ね。菊のソルという、ね、JRA から移籍初戦の馬3着ですが、あの馬ね、この後絞れて叩いてくればまた変わってきますでしょうね。佐賀記念に行ってましたけどね。あ、そうですか、はいはい、どうぞご注目いただきたいと思います。新春の競馬がスタートしています。それでは1月4日の展望をしてまいります。池野さん、よろしくお願いします。お願いします。全部で12レース行われます。1月4日の園田競馬、8レース9レースは兵庫リーディングジョッキー対抗戦のいよいよ後半戦です。総合優勝、チーム優勝が決まります。それから今日展望するのは10レースと11レース、まずメインの11レースからいきましょう。 B1 クラスの一戦です。初春特別トス12頭、ご覧のメンバーです。池永さんの印ご覧ください。このようになりました。7番のエイシンミコノスからということになります。まあ、B1 を勝って昇級して A2 で4着でしたが、その後また休み挟んで B1 に下がってきました。2着2回続いてるんですね。そうですね、はい。まあ、この距離ですね、問題はね。あ、4回走ってオール2着なんだ、ね。あ、そうですもんね。まだ勝ってないんですよね。どちらかというとちょっと長い方がいいわけですよね。まあ、前回ね、スタート遅れてね、はいはい、あの2着は強かったですから、ね。相手もまた強い馬でしたからね、はい、頭さまで迫りましたからね、うんうん、はい。ここならば、このメンバーならばというところですか。メンバーならばね、チャンスですね。スタート5分に決めればね、はい、はい、うん。小山君去年の暮れからね、やっぱあれ重賞勝って乗ってますからね、非常にいいですからね、はいはい。もう2日間で5勝を挙げています、はい。大山騎手騎乗の7番エイシンミコノス本命です。一方で対抗に押されたのが9番ファインキャプテン、こちらは連勝で B1 に上がってきました。そうですね、連勝の勢いで、うん、まあ、ジョッキーも七もあるということで文句ないですね、はい、はい。全国リーディングトップに立った去年でした、はい、うん。この連勝で、あの展開的にはどうですか。後方からまくっていく足っていう ね、どこで動いてくるかですね、うん。大体3コーナー手前からいつも動くんですけどね。そうですね、あの前にエイシンミコノスがいますからね、うん、この動きを見守って島原君も動くでしょうね、はい、はい。本命対抗7番9番となりました、はい。3番手に6番のファンタズミック、まあ、これは堅実外れですからね、うん。まあ、自分の競馬をすれば、はい、まあ、連には十分あると思いますね。あ、そうですか、はい。もう一歩ね、突き抜けるところがね、そうですね、あってもいいんですけどね、はい。3番手の6番ファンタズミックです。4番手は1番西のイーグル、14年新春賞以来の勝ち星ですからね。久々に前走勝ちました。まあ、B2 クラスでしたけども、はい、なんか嬉しかったですね。そうですね、いいレース見せてくれました。僕本命を取ったんですよ。あ、そうですか。たま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 いや、多分その決め足見込んでということだったと思います、はい。とにかくね、この時期がやっぱりいいと言われてますし、ですね、うん、はいはいはい。新春賞を勝った、この時期で、もう一度開花なるか。 B1 に昇級というのはね、送りしないはずですからね。別に関係ないでしょうね。そうですもんね、はいはい。10歳馬となりました西のイーグル、はい。その他、4番クールジャイロ、11番シンボリセザンヌ、こういったところですが、はい、どうですか。そうですね、はい。まあ、前行っていいタイプですね、両方ともね。あ、はい、はいはい。そう、出張りを期待してと、まあ、エシンミコルスもね、うん、おそらく前回はああいう競馬でしたけどね、はい、今回はそこそこ前に行くと思いますからね、うんうん。それをマーク作みたいになってきますね、うん、はい、はい。展
回的にはそれほどペースというのはどうでしょう、上がりますでしょうか。もうですね、逃げるのがシーズアレインボー、これは一人で勝手にペース上げてますからね。あ、はい、2番手以下また別のレースになるような形ですか。はい、別のレースになってしまう、ね。まあ、話して いくでしょうね、おそらく。なるほどね、はいはい。ということでこういった予想となりました。それでは解明ご覧いただきましょうか。木永さんの解明、7番のエイシンミコノスも1着固定ですね。今日は負けないと思いますね。あ、そうですか、はい、エイシンミコノス頭で、印の入った5頭相手にということで組み合わせ20点となりました、はい、ちょっと狂ったらね、効きますからね。大敗となる可能性ありますね、はい、はい。それでは次自由レースいきましょう。 B1、B2 の特別競争混合戦です。ここは12頭フルゲート、 B2 クラスの馬が、8頭いまして、 B1 クラス4頭ですね、はいはいはい、力関係どう把握するかというところです、はい、印ご覧ください、はい、ここは8番のプラットロッソ本命にされました。まあ、実はこの馬あの B2 クラスの馬、以前 B1 クラスには、在籍しましたが休みを挟んで降級しましたね、うん、ということなんですね。うん、まあ、53キロ有利ですからね、はいはい。まあ、久々ですけど、うん、やはりこれが相手恵まれたという感じですね。あ、はい、そうですか、はいはい。あの B1 クラスと B2 クラスの混合戦ですので、 B2 クラスあの筋量も軽減されるんですよね、はい、あのだいぶ軽いですからね、53キロ ね、はい、これは有利じゃないかなとは思います、はい。休み明けですが大丈夫と、はい、思いますね。いいわけですか、はいはい。8番のプラトロッソ本命にされました。そして対抗は7番の統計ライデン、こちら B1 クラスの馬です。これも逃げるでしょうね、おそらく、うん、あ、逃げて粘りを期待 と、はい、あのところですね。JRA でも逃げてますし、はいはい、やはり逃げたら怖いと思いますね、うん、はい。3番手には1番のテオビッグバン、これが、叩き2走目ということになりますね。そうですね、これも B1 ですからね、うん、はい、やはりこの枠一番枠多くいや鍵でしょうね。さすがですからね、はい。移籍後まだ勝ち鞍はありませんが、ないんですけどね、はい、まあ、力的にはもう当然このあたりではね、はい、勝たなくてはならないところでしょう。その後印が入った4番クラウドチェンバー、はい、あと1本崩れませんから ね、そうなんですね、はい、レンに絡むかどうかというところですが、はい、まあ、大きく崩れないので中心、あの元々 A2 勝ちも、あ、失礼、そうですね、 B1 勝ちがあるんですね。そうですね、 B1 勝ちがありますからね、はいはい、このあたりは当然上位の扱いが必要かと思われます。そして11番ビッグアマゾネスにも印が入りました、まあ、これ追い込み1本ですからね、うん、この枠はいいでしょうね、はい、はい。他の各はもういいですか。あの一つね、移籍初戦3番カノンブルーですね。そうですね、3番カノンブルーがどれだけ走るかね、ちょっとパドックを見てみなければ分かりませんね。あの南関東 C1 勝ちですから ね、 だけど案外ね、南関東から来た初戦のあまりね、あのそのだりね、あーはーはー、あのどうしても上に入れられますからね、うん、そうですね、はいはい、まあ、期待を背負いますからね、注目されて、はい、 で結果伴わないというケースが多いですね、ありますからね、はい、まあ、どう取るか皆様の判断にお任せいたします、はい。池永さんはあえて今回ノーマークということになりましたね、はい、した、はい。それでは回目ご覧いただきましょう。自由レース B1、B2 混合戦、ここは上位の3頭のボックス、はい、広島だった3頭のマタンしましたね、うん、8番、はい、7番、1番ですね、はい、3頭ボックス組み合わせ6点ということになりました。以上、今日は2つのレース展望してまいりました。新春の競馬がスタートいたしました。園田競馬、まあ、今年はどのような展開になるのか、大山騎手が、ね、序盤から飛ばしていきまして、ま、ね、いいムードになっていますね、はいはい。この後の展開というのはまだ始まったばかりですが、どういうふうに見てますか。まあ、有望馬も結構ね、うん、あの出てきましたしね、うんうん、はい、そうなんですね、はい。この後の重賞戦線またにぎわっていきそうですし、短距離路線も充実してきましたから、そんな感じですね、あの、はいはい、また粒が揃ってますもんね今ね、はいはい、あのいい展開もうよそ行って買ってほしいですね、んよそ行って買ってほしいですね。あ、どんどんね、はい、あの本当に遠征に数多く行くようになりましたし、はいはい、昨年も一昨年も本当に兵庫勢が確かで大いに活躍しました。今年もそういった年になればいいなと思いますね。そうですね、思いますね、はい、ご期待ください、はい。今日は池永さんの解説でした。どうもありがとうございました。失礼しました。それだけはご覧の日程でこの後行われます。お楽しみください。